どうもゲタハナです。本日のテーマは「自作の骨壺でも大丈夫でしょうか?」というテーマでお話をさせていただきます。えー、骨壺に関しての質問なんですけれどもまあ,あの結構ね似たような質問がいろいろあったんでまとめて答えようかなと思ってるんですけれどもまあそのいわゆる自分で作ってねあの持ち込みでっていうのを揃っていけるんですかねっていう、まあ、その類のお話です。 まあ、その他にもね、なんか、例えば、木箱とかどうですかとか、えー、なんか、タッパーみたいな、まあ、ある意味でその、例ですけども、あの、そういうのんとかでも、その、いいもんなんでしょうかっていう、そういった、まあ、あの、ひとまとめにね、ちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、えーとね、基本的には、あの、別に全然大丈夫なんですよ。はい、基本的にはね。なんですけれども、まあ、いろいろ注意点はありますよ、と。 いううのは一応おお伝えしておこうかなというふうふに思っておりますなのでそのね地域によって骨壺の、ね、大きさが違うかったりとかまあいろいろあるじゃないですかねこれぐらいの骨壺のところもあればこれぐらいのところもあるわけですよこれぐらいのところの、えー、地域の方からしたらこれぐらいの骨壺があるっていうのを見たことないと思うんですよねっていうぐらいまあバラバラなんですけれどもその地域でその大きさでずっとやっているっていうことはやっぱりねそれなりの、あのー、この理由というか、えー、その方がやっぱ都合が良いことが結構 多いんでですよねでそれは例えばお墓の、えー、お話だったりとかね、えー、お墓にじゃあその骨粒ごと収めるっていうところで、えー、自分でねその骨粒を作ってみたけれどもお墓に入れようと思ったら入らないとか、はい、でも葬儀屋さんとかだったらあのこの辺はこれぐらいですよみたいな感じでああこれだったら入るとかいうのがやっぱりこうあるんですよねななのので例えばその陶芸的なね。 はい。えー、その、趣味で陶芸やってて、とかいう方もいらっしゃるわけですよね。えー、そういった方もですね、あの、作るのは全然大丈夫なんですけれども、ただ、サイズとか、えー、しっかり見ておいてくださいね、と。なんか、作ったはいいけれども、そしてお骨上げしたはいいけれども、えー、そっからちょっと大変だったよっていうのは、なんかね、あの、かわいそうじゃないですか、残された人たちがね。はい。えー、なので、まあ、そのあたりはしっかり作ってね、と。あと、蓋忘れないでね、と。 蓋はい、えー。非常に重要ですから。で、一応言っときますけれども、あの、仮想場によってね、持ち込みやめてっていうような、なんかそういったところもね、あります。はい。 えー、なので、まあでも、数はすごい少ないですけれどもね。なので、そのあたりは、あの、しっかり聞いておいた方がいいです。えー、なので、これも、地域によって、仮想場によって違いますから、やっぱりその時に、葬儀屋さんに先に相談しておく。あの、うち、実はこう、こうこうで、あの、骨つもね、その、亡くなった個人さんが作ったやつがあるんですよ、とか。えー、で、これ、もしくは、えー、こう、家族が作ったやつがあって、これに収めてくれって言われてるんですよ、っていうふうに、ねえー、葬儀屋さんに言ってください。えー、それが一番近道ですね。で、あと、木箱とかですよね。 はい、えー、木箱って大丈夫なのって思われる方もいらっしゃるかもしれません見たことない方ははいでも地域によっては骨壺って何となく陶器っぽいイメージのなんか例えば白いやつとかなんかいいやつだったかすごい絵が描いてあるとか、えー、そういったあるじゃないですかあの別にあれだけじゃなくてあのそもそもですよそもそもあの木箱が主流のところあるんですよ日本全国でねはい、えー、なので別にあの構わないですよはい全然大丈夫です でただし、やっぱりその自作ですからね、あのちゃんと作った方がいいですよ。っていうのは、あの一応てうそのは陶器もそうですけれども、なんか耐久性すごくあの薄く作っちゃったとか、例えば。だったらなんかもう割れやすくてなんか大変とかね、やっぱありますから、ちゃんと耐久性とかもね考えた方がいいですよと。であと、なんかそのそれ以外のねなんかプラスチックだったりタッパーだったりとか、そういう類のやつね。 えー、まあ、タッパーってあれですよ。本当にタッパーって、まあそういう材質のものという、まあ一応一例なんですけれども、えー、そういったものに関してはですよ。その、小骨、ね、遺骨が、まあものすごくやっぱり扱ったりする可能性がなきにしもあらずなわけですよ。 っていう風になった時に、まあ、あんまりこう安全じゃないよね、と。で、しかも熱も結構伝わるし、熱いよ、と。で、それこそ、例えばタッパーだったら、タッパーにすごく熱くなっている場合のね、衝骨収めてってやったら、もう熱すごい伝わるじゃないですか。あの、火けしますからね。で、タッパーもなんか、あの、変形したりとかもしますから。え、だからあんまりまあ、もちろん良くないよね、っていうような感じで、ある程度、やっぱりそれなりのこのル,ルールというか、えー、まあ、 当然こうした方がいいよねっていう要点はいっぱいありますんで、まあそこはちゃんとクリアしておいて、で、それでクリアすれば別に全然問題ないですよというのが一応答えになります。だから別に、例えばですよ、その作るとかじゃなくても、あの骨つも自分で買って用意すればいいんですよ。はい。別にね。まあただ、 何でしょう実際にね、その近しい方が亡くなってってあんたらも、やっぱこう、てんやわんやしますからね、えー、結構忙しいです、正直ね、そのその本当にその瞬間ですごい大変ですよってなった時に、えー、じゃあなんかちょっとあそこの仏具屋さんに行って、骨ツボ、ツボどれにしようかな、みたいな、多分そういう気分になかなかね、なりにくいというか、えー、いうのもありますから、だから、だったらもう葬儀屋さんが、骨ツボじゃあ用意しときますよって言って、まあ、やってくれるっていうのが、まあ大体これがね、あの王道というか、よくあるパターンなんですけれども。 まなので、えー、その骨壺に関してね、何かその特別に思い入れがあるだったりとか、えー、もしくはこうしたいんだという何かあるんであれば、それは全然あのやってもらっても大丈夫ですよと。別に、えー、既製品じゃないと無理ですっていうあの理由ってあんまりないじゃないですかで。既製品じゃないと無理ってね、そんなことないですからね。で僕、火葬場職員の時にですね、骨、ま、壺、あ、もそうでしたけども、ひつぎすら自分で作った棺で来られた方いますからね。 まあこれ一回だけですけどね。はい。軽トラで、あのー、個人さん連れてきてってありますから、個人でね、仮想場予約してと、えー。そういうのもあるんでね。別に大丈夫です。はい。ということで本日は、えー、まあ、骨ついろんな骨つぼね、なんか自分で用意して、えー、いいんですかねということでお話をさせていただきました。ではまた。仮想場のことでわからないこと、あれ何だったんだろうな、ということがありましたら、下鼻をホームページからぜひご利用ください。